ホーインキョーマン、マッドサイエンティストだ。全ては偶然だ。ねえねえ、何ブツブツ言ってるの？オカリン、ねえってば。誰かと電話中？いや、こちらの話だ。問題ない。これより会場に潜入する。ああ、ドクター中町は抜け駆けをした。たっぷりとその考えについて聞かせてもらうつもりさ。何？機関が動き出しているだと？そうか、それがシュタインズゲートの選択か。エル、プサイ、コングルフ。さっき携帯で誰と話してたの？聞くな。それがマユリのためでもある。あ、そうなんだ。オカリン、ありがとう。それよりオカリン、オカリン、マユリよ、いつも言っているだろう、俺のことをオカリンと呼ぶなと。でも昔からそう呼んでたよ。それは昔の話だ。今の俺はホーイン・キョーマ、世界中の秘密組織から狙われる狂気のマッドサイエンティストだ。だって難しくて覚えられないし。それに岡部凛太郎と一文字も合ってないよ。おかしいね。でね、オカリン、教えてほしいんだけど。これからここで何が始まるの？お前はそれも知らずここまで俺についてきたというのか。うん。
これからここで始まるのはドクター中鉢の記者会見だ。記者会見？でも記者さんなんて見当たらない気がするよ。あるいは機関による何らかの妨害を受けたのかもしれないな。巻き込まれるのは勘弁だがな。巻き巻きトカゲ？あ、それを言うなら襟巻きトカゲだね。マユリ、気をつけろ。おそらくこの記者会見、何らかの事件が起き。行くぞ、マユリ。ドクター中鉢だ。どうぞよろしく。それでは、ここに集まってもらった諸君だけに、人類史に残る世紀の大発明、タイムマシンについての理論をお教えしよう。タイムマシン？あの人が作ったの？なんだね、君は。俺が誰なのかはどうでもいい。それより、今あなたが語ったタイムマシンの理論は一体なんだ。ジョン・タイターのパクリではないか。あなたはそれでも発明家か。誰かその男をつまみだ。出ていくのはあなただ、ドクター。恥を知れ、金輪際あなたには発明家を名乗る資格はないぞ。うるさい、黙れ、生意気な若造め。話せって。私はあなたに聞き。それに答える義理はない。だから機関って。俺だ、機関のエージェントに捕まった。何をする。 あれこの携帯。誰と話していたんですか？貴様に答える義理はないが、一応教えてやろう。それは、俺以外が触ると自動的に電源がオフになる特別製の携帯なのだ。うわっはっはっな、に、マユリよ、一体どこで落としたのだ。わかんないから探してるんだよ。あと、見つけても売らないからね。
その1万円、この俺の研究資金にしてやる。消えた。おい、そこの貴様、俺たちが見えているか？